はい、魔女の宅急便の旅立ちという曲、ソロウクレレの解説していきます。右手は親指でできるように、作っております。それではいきます。まずイントロなんですけれども、左指、音源する指の目安書いといたんで参考にしてください。で、人差し指、薬指、これも押しといてですね、035と弾いてみましょう。こんな感じですね。そして、余った小指を7で押していただくんですね。そうすることで、もう3は押してますから、ここが0037と下からじゃらんと弾けます。やってみますね。そして余った小指で7を押して、そして下からじゃらんと弾くと0037ですね。これ繰り返します。はい、これでイントロおしまいです。で、続いて A のパートなんですけれども、中指ですね。そして人差し指でこの2を押していただいて、3は中指も押してますからね。そして下から221は中指差しです。この音ですね。で、もう一遍弾くとですね。そして次が中指人差し指、そして薬指で8を押していく感じ。飛ぶんで、もうここも離すしかないですね。で、8薬いって、スライドする感じで7薬、5は人差しで制覇です。いってみましょう。離して8を薬指で押すと、そしてスライドして7薬指、5は人差し指ですね。5人差し指、この音です。そして余った小指でこの9を弾いてください。ここですね。余った小指で9を弾くと、そして555は制覇でですね。まあこう弾いて、人差し人差し薬指小指といって、また10でここ制覇ですね。でもうこれを10離すしかないですね。こういう人差し離して薬指で5を押すと、で薬の人差し中指でこの音ですね。で、薬指をこうスライドするような感じで457と弾いていきます。そして小指、次ですね、小指人差し人差しの制覇です。で、ここも全部離して薬指で3を押して、またスライドするような感じで212で押していくわけです。この音ですね。で、薬指のこうスライドする感じで2235で、ここなんですが、人差し中指、そして、まあここを中指にしたんですけれども、別にこれ薬指中指って感じでも構いませんね。で、薬人差し中指、大丈夫ですね。そして、10結構7から遠いですから、まあ、小指、人差し指の制覇でいいと思います。はい、で、B のパートなんですけども、ほとんど A と一緒なんですね。もう A と、まあ、ほぼ途中まで一緒です。A をまずしっかり練習すれば、まあ、全然問題なく弾けると思います。一緒ですね。ここはちょっと違うんですね。ここで5を押しているとここを引いていただいて、人差し指の制覇、そして離して薬指人差し中指で535ですね。この音、余った首で7を押すと、余った首でこの7を押すということですね。で、ここの二小節はめっちゃ簡単です。薬指でも3押しといて、あとはもう弾いていくだけですね。親指で弾いていってください。で、真ん中指開放弦をここ弾くという感じですね。はい。で、C が、今までちょっと違いますが、
人差し指、人差し指で押して、中指、薬指です。この音ですね。この音でいったら OK です。あとは、これですけど、ここの位置を離しましょう。ここだけ離したら0を引けますんで、ここも離していいですかね。離して0。で、薬指で3を押してくださいね。練習してください、ここね。まあ一緒です。と一緒ですね。で、ここ意外と簡単なんですね。ここ押しっぱなしでいいんです。で、ここ人差し押しっぱなしで、ここ1123を人差し、人差し、中指、薬指ずっと押しっぱなしで、で、ここの薬指をこっちに移動させるだけです。あとも押してますからね。ここですね。はい。で、ここは、中指、人差し指。まあ、簡単ですね。で、薬指、余ってたと思うので、使って、人差しでも押してますもんね。まあ、これ一緒だと。1で、薬指。大丈夫ですね。まあ、この人差しは、こう、1、こう使って、倒すような感じで、両方押すような感じで押して、薬指で押すと。で、4と1遠いんで、小指、人差し指の制覇です。余った薬指でここを、押してもらって、そしたらもうここで位置制覇すると思うんでね、簡単をすると思います。で、と一緒ですね。ここが、まあ、薬指で人差し指の制覇ですね。で、ここがすごい大事で、中指、薬指、人差し指、この下から564も左でしっかり押さ、下から押しといてくださいね。押しといて、546と弾いていきます。こうですね。こう、左手もセットしておくのが大事だと思います。はい、あとは、中指、薬指、人差し指で、この343を押して、下からじゃらんと。余った小指でここを押してって感じですね。で、ここはまあ、薬指、中指、中指。で、薬指、差し中指ですね。こんな感じで。で、戻ると。B に戻ってですね。ここまで引いたら、コーダに飛んでおしまいですね。コーダが、まあ、コーダ簡単で。最後は、人差し指。何でもいいんですけどね。ここで7直して、こんな感じで終わりです。はい、以上です。